はい、皆様、こんにちはかな。はい、こちらの配信は戦車のオンラインシューティングゲームワールドオブタンクスの公式大会公式リーグ戦、WGL アジア APAC エクステンデッドシーズンのウィーク5 Day 1、はい、エクステンデッドシーズンの5週目の1日目の試合の模様を英語本配信の裏で皆様にも日本語でお送りしていきたいと思います。はい、実況は私ワールドオブタンクスの戦車おじさんこと T ナトリ、そして解説ははい、チームの敵津から亀です。はい、よろしくお願いします。お願いします。というわけで1週間、TGS ウィークでこう、WGL1 週間空けて、もうWGL もこういよいよ中盤から終盤する。そうですね、もうあと3週間ですかね。そうですね、通常シーズンは3週間でおしまいかな、という感じで10月いっぱいでおそらくはアジアのシーズンは終了で大丈夫だよね、多分。はい、こうね、あとでいろいろちょっとリスケジュールの試合が多すぎるので、そこがもしかしたら放送になったりとかするかもしれないので、どうなるのかっていうのはまだちょっとわからない。しかし、すでに、ホームページの方で、グランドファイナルの情報が解禁されましたよね。はい、はい、今年は12月の中旬、12から14、ね、はい、13から17ですね、ということで、そして参加できる地域っていうのが、まあ、ロシア、EU、NA、そして中国、はてなっていう。中国がちょっとよく分からないですけど、ね。これね、こう、中国っていうのは本当に分からないところで、こう、なんで中国が出れるんだったら、ここ、今のアジアにこう中国3チームいるんだよ、そうですね。我々もらってる情報では、中国は今シーズンはリーグが開かれないので、はい、やっとセブンパイレーツに関してはアジアに来てるという情報をもらって。そうなんだよね、そこがちょっと謎なところが、はい、あります。現在の順位表というか暫定順位表がこちらになります。ちょっとね、こうポイントの下が切れてしまっているのはご了承ください。これもともとマップピックを表示するための、こう切り取りだったので、はい、そうですね、この順位なんですけども、FCS に関しては試合数が絶対的に少ないので、実質的な4位と見ていいでしょう。そうですね、なのでこれからちょっと終盤に向けてどうなるかっていうのが非常に注目ではあるんですが、さあさあ、この1週間間が空いていろいろとありましたよね。うん、まあそうですね、日曜日のガレリアのゲームマスターカップ、そうですね、でその次には TGS で、はい、エイリアンウェアカップがありの、いろいろとウォーゲーミングブースでのステージ、そうですね、コンソール、ブリッツ、企業を含めて、そうですね、いろいろトーナメントありましたが、企業日含めてどんだけトーナメントあったんだっていうぐらい、このこの2週間っていうのは本当にすごいこうラッシュラッシュラッシュって感じでしたよね。はい、はい、確かガレリアゲームマスターズカップ、はい、先々週ですか、先々週の日曜、うん、こちらの実況はサモさんで、解説がカメさんでしたよね。はい、行かせていただきました。で、行われた大会に関しては、カレン・ティーガー VS タイフーン、はい。はい。こちらの試合が行われたんですけど、結果は、かなりね、タイフーン追い詰めたんですけど、ね、はい。カレンが。ただし、最終的にはカレンが持ってる。そうですね。はい。感じでしたね。タイブレークかな。タイブレークの末、そうですね。タイブレークの、やっぱりタイブレークの末、こう、台風に対してカレン・ティーガーが辛くも勝利をしたと。うん。はい。で、その流れ、まあ、その先週ね、先々週は WGL あったんで、亀選手はこう、解説をお休みして、キッド選手が来てたわけですけど、そして週が明けて、先週のお話、TGS ですね。はい、はい、金曜日に企業トーナメント、そうですね、企業対抗が対抗トーナメントがあって、はい、でそこのチームが、そうですね、まさかのガレリアが入ったという形になりましたね。ガレリアさんはこうそのサポートする、これそうです、ね、今度からこう、はい、カレンティーガーの選手をサポートする関係上、カレンティーガーの3選手、秋選手、モーダメ選手、シェンロン選手をこう
助っ人として呼んだわけなんですけど、その助っ人3人衆を要するガレリアチームがなんとこう負けてしまうという波乱も起きましたよね。はい、はい、あれは驚きでしたね。うん、こう僕もこうずっと見てたんですけど、こういやまさか本当にこう日本のそういうこうねPC メーカーのチームがあそこまで面白い試合を展開してくれるとはっていう感じでかなりびっくりしてました。はい、そしてこう僕も実は、G-Tune というこう PC メーカーのチームマウスコンピューターのチームにこう参謀として呼ばれていたわけなんですけど、一応その時はこう目標はどこなんですかって聞いたら1回戦突破ですって言うから、じゃあ1回戦そう1回戦突破できるチームをこう作戦を考えましょうということで、チームメンバーとしては格闘ゲームではすごい有名な数の子選手とか、あとは、よくねワールドオブタンクスのイベントに参加されてた、キャンペーンガールというか今はどういう扱いなんだろうな、こうグラビアアイドルの望月さんとか吉田さんとかさんをこう擁したチームで、なんとかトーナメント勝てる戦術を作ってくれって言われて、僕はこうかなり頭真っ白になったんですけど、うん、それでもなんとかこうサポートメンバーがもう結構頑張ってくれたのもありますし、そういうメンバーでもなんとか1試合目勝って、で本当はこう機材トラブルさえなければ2試合目もしかしたら勝ってたかもっていう、そのガレリアチームを破ったところに勝ってたかもしれないっていうところまで行けてたんですけどね。お、非常にこう残念でしたね。はい、ああそうですね、コメントにもありますね、重い戦車固めてたところです。そうです、その通りです。実際そのティア5までしかプレイしたことがありません、じゃあティア10トーナメントでどうやって戦えばいいんですかって言われても、うーんってなります。ゲフンゲフン。はい、そういう時はこう硬い装甲の戦車に乗って、はい、硬い装甲の戦車に乗って大きな砲を積んだ戦車で榴弾をぶっ放してればいいっていう風にこう作戦として、はい、まあね、100突ね、NDK されるのはしょうがないかなっていう、そういう気がします。はい。特にそのティア10戦場を常に遊んでるプレイヤーさんと遊んでいないプレイヤーさんっていうのは、本当に装甲に関しての考え方がまるっきし違うんですよね。どこを打ったら装甲が抜けるか、どこを打たれると弱いかっていうのを分かってないと、やはりティア10戦車っていうのはなかなか難しいですからね。はい、うん、なので、そういう硬い戦車に乗って榴弾を撃ってればいいよっていうふうにこう作戦を授けたのは事実だったんですよね。そう、うん、で1回戦勝てばいいよっていうことだったので、最初の マップマインズしか考えてなかったんですよね。実はその時2回戦の情報全くもらえなかったので。はい、まあそんなこともあって、まあでも1回戦勝ててよかったねっていうところから、かなりねこう応援にも力が入ったんですけど、残念ながら2試合目負けてしまって、はい、でその負けたチームがガレリアチームも下してっていうことを考えると惜しかったなっていう、そういう先週の TGS の企業対抗戦、そして、土曜日に行われましたエイリアンカップですよね。はい、はい、そうですね。こちらは、またね、サモ選手、元 B ゲーミングのサモ選手が、まあ、実況兼解説みたいな感じで、かなりこう、うん、ハッスルしてましたね。頑張ってましたね。はい、そこでは、なんと、カレン・ティーガー VS、ね、こちらにいる、カメ選手、ノーティーキッズが対戦ということで、はい。はい。応援いただいた皆様、本当にありがとうございました。はい。もう、会場では大盛り上がりでしたよね。というか、そうですね。というか僕も、まあ、いろいろちょっとあったんですけど、僕もねこう実際の戦闘を見てたんですけど、こうもうちょっとでこう彼に勝てるよってところまで追い込んでるのにもかかわらず、やっぱりそのミスを見逃さないカレンティーガーっていう
はい、さすがでした、ところがありまして、うん、残念ながらノーティーキッズは敗れてしまって、カレンティーガーが優勝35万円ですか、うん、トータルタイプ5級ですね、はい、をいただけるということで、本当にこうサポートされてるメーカーの方には感謝感謝の感謝しかないですよね、こういう、はい、やはりこうやって大会を開くことで、そのトップチームとやその下のチームがこう強くなれる機会があるという、うん、本当にありがたかったです、うん、ここの2つのオフライン大会のカップですね、はい、こうキッド選手が鉱山のこうね、鉱山からこう滑り落ちるというシーンがあったんですけどキッド選手にね、あのあとウォーゲーミングのパーティー招待されてたんで行って、こう実際直接インタビューしたんですけど、キッド選手曰くその時の記憶が抜け落ちてるっていうあれはそうですね、そう、頭が真っ白だっていうことをこう言われてて、あーうんっていう感じになりましたね。正直ですけど1戦目取って、その後からはもう、今まで以上に緊張が倍になって、うん、エイムできなくて頭真っ白なのは多分僕らのチーム出てたメンバーみんな同じだと思うんで、うん、もうこのままいけば、このままじっとり戦ってれば、もしかしたらカレンにワンチャンあるかもしれないっていうところまではすごく追い込んでたんですよね、うん、ところがこう蓋を開けてみたら、そこからもうノーティーキッズがガラガラそうですね、もうガラガラっと崩れましたね、いっちゃいましたよね、そう、初戦、はい、マインズの初戦取った時はおーノーティーいけるじゃんっていう、はい、でね、こうまあその後こうパーティーでずっとキッド君がこうあれミスだったのあれミスだったのって永遠煽られてますね、ずっと、そう、責められ続けてたわけなんですけど、こう基本的にはもうあれはまあもう緊張しててミスだったと、うん、そしてこうあれなんですよね、そもそもその試合を行った環境というのが、そうですね、僕らはオフラインは初めてだったんですけど、はい、あそこまでお互いの VC が聞こえなくなるものなのかというふうに、うん、そうですね、正直例えばヒートさんが指示を出してるたり他のメンバーがコールをしてるんですけども、正直の隣のスピーカーの音の方が大きくて、うん、何も耳に入ってこないっていう状況 で、ね、周りの状況を見ながら各自で判断していってやるしかないっていう状況、うん、まあオフラインイベントでは常にそうなのかもしれないんですね、はい、やっぱりそこでカレンティーガーのメンバーは普通にプレイできるっていうのはさすがだなって感じがしますよ、ね、そして、それと一緒に、普通オフラインイベントって自分のマウスとキーボードを持ち込んでっていうことだったんですけど、今回使用された、PC っていうのがそうですね、ゲーム用ノートパソコンだって、はい、キーボードとマウスに関しては、はい、使えたんですけども、うん、ヘッドセットはどうなんでしょう、持ってきてるメンバー持ってきて使えたのかなっていう感じはしますね、僕らはそこら辺の調整が、持ってきてなかったんで、僕はそうなんですよね、こう、まあ、やっぱりこうそれはノーティーキッズが初めてのオフライントーナメントだったっていうのももしかしたらあるのかもしれないですよね、うん、さあそういう倉庫を話しているうちにいよいよ1戦目がスタートしそうです。カレンティーガ VS ラストメモリーズ。さあ勝敗予想していきましょうか、亀選手的には勝敗は5対1でカレンが勝つのかなと思います。うーん、僕も 5-0 カレンかなっていう感じですね。さあそろそろ試合の方が開始されますね、見ていきましょう、はい、ちなみに、東京ゲームショーでは、カレンティーガー VS B ゲーミングという名前で出てましたよね、による、タイプ5オールタイプ5 VS オールマウスみたいな戦いもあったりして、なかなかこう面白い盛り上がり方してましたよね。そしてその時のなんか再開みたいなことになってますよ、編成が。さあ見ていきましょう。赤チームディフェンス、アタックを行います。ラストメモリーズ、いえ違います、カレンティーガー、赤チームカレンティーガー、青チームん、どっちがどっちだ、名前が大丈夫かな、治ったかな、治りましたね、はい、赤チーム、まずは守るラストメモリーズ、そして攻めるカレンティーガー、どのような試合を展開するのでしょうか。赤チームの守りのラストメモリーズの編成確認していきましょう。マウスが1枚、タイプ5が3枚、タイプ15ですね、そして、ヤクトイ100が2枚に、バッドチャットが1枚という編成、かなり重めです。それに対してカレンティーガーがマウスが2枚、タイプ 5IS7 57ヘビーに、5A が2枚という編成ですね。
はい、最初ねこうメンバー表も完全に赤チームにもカレンティーガの名前が出てて驚きましたが、はい、赤チームがラストメモリーズ、青チームがカレンティーガですね。両方とも日本チームによる争い、さあどちらが先手を取るのでしょうか。うん、そろそろ切らなきゃまずい、ね、そうですね。キャップ、あとタイプ5、これ外したかな。タイプ5は頭が少し出てるとこを狙わなきゃいけないんですけども、はい、まあタイプ5、ね、入れませんでしたね。大口径榴弾砲を所有してはいるんですが、やっぱり一発一発の間隔がとんでもなく長いという、うん、そういった欠点もありますので、まあこれ切れなかったとといったところで、1戦目、カレンティーガーがキャップ勝ちを成立させました。バッドチャットも丘の上に登ってたわけなんですけど、バッドチャットでじゃああの 5A ダメージ取れるかって言ったら多分無理ですよね、切れない。うん、まあヒートで頭をかすらせてダメージを与えていくって感じなんですけども、まあそうですね、基本的に1枠目っていうのは周りの建物に全部座れるん で、 そうです、ね、ほぼ当たらないと見ていいんですけど、うん、2枠目入るまでになんとかしなきゃタイプ5が持たせなきゃいけない、しかも2枠目もバッチャット当てなきゃいけないという状況なんですけど、はい、あそこ当たるとなかなか難しいですからね、バッチャットで、まあ、あれだけこう5発打って1発当たればいい方みたいな感じですから ね、あれだけ硬い車両を揃えてるわけですから、できればその横ラインですか、鉱山横ライン、鉱山というかこう町の外周部をこう一気に突っ切るぐらいのそのあれが欲しかったですよね、動きを見せて欲しかったですよね。あのままなんかすんなりと終わってしまってはこう何がやりたかったんだっていう風になってしまいますよね。はい、ちょっとマップを確認していきましょうか。こう確認する間もなくなんか終わってしまったぞっていう感ありありだったんですけど、はい、うん、まあほぼほぼもう来ただけで全てが終わってるんで、そうですね、機械が動く必要すらないのかなって思うんですけど、はい、でこうなってしまっては、正直なところ、正直なところこうキャップを切る手段っていうのがこう近づいて撃つぐらいしか方法はないんですよね、うん、はい、なのでこうまあ 100をここら辺の角に置いてこう後ろから相手が後ろから突っ込んできたら撃てるというフォローだけの体勢を組んでおいてこうなだれ込むっていうのが多分キャップカットするのには必要だったのかなと。もちろんもちろんです、ね、ただここ出た時点でもうほとんど3対2の状況疲れてますね。そうですね、はい、かなりきつい。カレンティーガーがこうかなり強烈にマウス IS7 を使ってプッシュをかけていた、うん、先々にプッシュをかけていたのでこうラストメモリーズ側のタイプ5っていうのはすごいこう打ちにくそうにここから榴弾で頭を狙うだけだったっていう、うん、最近のトレンドというかなんというかなんですけども、まあ、ここのマップのディフェンス側は 重すぎる編成だとここの北に入られてしまって、うん、あのやりたいことをやられてしまうというふうに思って、ね、はい、なので最近ここに大体タイプ5ではなくて 5A とか 57 とか 5A とか足の速い選手を置いて、はい、ここにそもそも入れるときにダメージをある程度取るっていうチームが非常に多いんですよ ね、はい、それをラストメモリーズ側はしなかったので、まあカレン側は無傷でここに入れることできましたから、はい、それは大きかったですよね。大体その相手が来たキャップを見せるとき、重い戦車に対の編成のときにすごく有用な手ではあるんですけど、まあ、ここの角とここの角にオートローダーを先置きしておいて、もし相手が突っ込んでくるようだったら、うち先にダメージを取ってしまおうというのが手ではあるんですよね。うん、はい、で、この、ね、マップ、じゃあどこで当たるのっていうコメント、今出てましたけど、チーム戦専用ということではなくて、ランダム戦でもたまに出てくるんですよね。こうランダム戦の攻防戦ですか、アタッカーのディフェンスでは出てこないか。いチームバトルでしか今はできないし、ね、うん、昔はドミネーションモード、乱戦モードっていうのがあったんですけど、乱戦モードで出てきたんですけど、今もないので出なくなっちゃったんですね、はい、
このマップ完全にチームバトル専用です、はい、このマップ面白いからちょっと残念ですね。そうなんですよね、このマップの攻略法っていうのはどれだけ早くこの1キャプと2キャプの間にその主要戦車を送り込めるかっていうところではあったんですけど、ちょっとこうラストメモリーズ側の消極的な動きが目立つ1試合目となってしまいましたね。さあ、気を取り直して2戦目見ていきましょうか。ラストメモリーズ VS カレンティーガー。さあ車両編成見ていきましょう。今度は攻め側ラストメモリーズ、マウスが2枚に57ヘビーが2枚、WZ5A1115A が1枚にフォッシュ B が1、そして、バッドチャットが1という編成。それに対して、青チームカレンティーガー、マウスが、3枚、タイプ5が1枚、113が1枚に57ヘビーバッドチャット。どっちのチームも基本的にこうバランス編成になってますよね。はい、先ほどのその北キャプラッシュに対抗するにはどうしたらいいかっていうのが一つの答えが秋選手の位置の113なんですよね。そうですね、あそこに入れれば、入ってくるところは見れるという感じですね、はい、でもし2キャプ3キャプ突っ込まれた時も113で対処が可能、うん、最悪、まあそうですね、B ラインから出していけば切ることはできますから、はい、ということで、今の北キャプラッシュへの答えというのが、まあ、秋選手のポジションだったわけなんですが、北キャプには来ないということで、おそらく岡上のシェンロン選手等々もこれ動き出してるんですよね。さあ57ヘビーに対して一発北のキリン選手がダメージを取っていく。やっぱりこのユパ選手というのも北にキャップ入られた時に対抗するために置いておこうかっていうポジションなんですよね。そうですね、まあ8ラインから出てきた時にワンマグとりあえず入ってはいなんとかしようっていう感じです。そして、ここで、南から回り込んだラストメモリーズに対してカレンティーガーがここから反応ですね。バルサミコス選手なんですが、ここ実は、北の秋選手からも狙えるポジションだったりするんですよね。なのであのままではなかなかこう保持できないのでどのように動くのでしょうか。固めありましたね。そうですね、こう南サイドから戦車をぐいっと回してここからどう展開を見せていくのかっていうのが見どころではあるんですけど、カレンティーガーもマウスをしっかり深いところに位置して守りを固めていますね。おっとマップ西側バッド 5A、 そうですね、バッドチャットフォッシュを回し込んで回り込みをかけようかという動きを見せてますね。そうですね、これはバッドが上に A3 からですね、57がさっき打たれてたので、まあ、バッドは1ラインにいないということですので、とりあえずキリー選手を1ラインに回したという感じですかね、はい、さあなでこ選手のマウスを狙えるかどうか。ただここは内に出てしまうと岡上の先の選手からバットチャット車線が通るので、さあハリアン選手のタイプ5に、入りましたが、おー、うまいですね、坂を利用してきっちりと角度を取って球を弾いていってます。タイプ5ってここまでこう正面弾けるような戦車じゃないのですが、きっちりとダメージを与えて篠崎選手のマウスにダメージを先に与えていった。さあキリン選手のバッチャにも大ダメージが入る。そして秋選手、なでこ選手がこうインターセプト、ハリエン選手がきっちりと最後までダメージを取っていきます。めちゃくちゃ弾いてますね、タイプ5、タイプ5を仕留めきれなかったっていうのがかなり大きく影響してますね。ここでハリエンダウン。
そしてシェンロン選手のバットチャットもきっちりと嫌がらせを敢行してますね。さあ秋選手がきっちりタレット脇、防塵脇ですね、防塵脇を抜いてダメージを取っていきます。ここら辺にやはりこうカレンのダメージ分散が生きてる感じがしますね。しかし残ってるのがオートローダーメインということで迂闊には前には出れない。しっかりとヒットポイントを残している秋選手が裏に回り込んでダメージを取っていきますね。さあシェンロン選手がこれキリン選手を追い込んでいく、うん、全車両撃破でカレンティーガの勝利です。うん、何の問題もなく、そうですね、倒していった感じですね、はい、うん、まあ本当に何のこうしっとりと淡々と1台ずつ車両を消していくっていうのはこういうことだよっていう感じで試合の方動いていきましたね。はい、いやこうねコメントでねこうラストメモリーズはどうしたんだっていう話ありますけど、こうカレンの守りが固いだけで別にこうラストメモリーズがどうとかっていう話でもないんですよね。ともかくハリエン選手のタイプ5があそこまで時間かかったっていうのが勝敗の分かれ目だったのかなと。このシーンですね、頭頂部そして正面走行を傾けることでダメージを防いでいます。そしてここはうまかったですね、ヒットポイントの残っている車両に対してきっちりと少ししか残ってない車両も撃破していくと、細かいことの積み上げが本当になんか勝敗に影響したなっていう ところで、準備ができたみたいですね。はい、見ていきましょう。よっしょ、こうラストメモリーズなんですが、足の速い部隊そしてオートローダー部隊をこう回していこうかと思ったら、まあ正面にマウス、そしておそらく奥にバットチャットがいたので足止めを食らってしまったんですよね。うん、そうして足止めを食らってる隙に、内側の部隊が回り込みをかけたと。そしたら、ちょうどこのくさびのポジションにタイプ5、ハリエン選手のタイプ5がいて、でタイプ5だけだったらとっとと倒して ここの建物の瓦礫の壁にへばりついてしまおうっていう思いが多分ラストメモリーズがあったんだと思います。そしてこうここに張り付いたマウス陣を倒すためにこちら側から出てくれば南に、おっとっとと、失礼しました、あったたたた、治るかな、失礼しました、ちょっとこう画面の方が乱れてしまいましたこうちょっとね狭いところでマウスを動かしてたもので別の卓が出てきてしまいましたね。いや困った困った、なかなかよっしょ、こうたあれなんですよ、いろいろとこうタクティクスを作ってるものでこうこう失敗してしまいましたね。どれだったっけかな、これかな、あこうちょっとこうどこにタクティクスを持っていったかっていうのが分からなくなってしまいました。うん、まずったこれかな、うん、入りました、ね、あよかった、もう入れた、
はい。いやーこうね、クランでこう作戦考えたり、こう分隊の一部になったりすると、こうやっぱり作戦を考える必要が出てくるので、いろいろとこう各マップ攻略法をこうやってメモに残してたりします。はい。さあ失礼しました。なんか復帰をかけてるうちに、なんか次のマップマインズが出てきてしまいました。はいはい、マインズはそうですね、なかなかディフェンスがまた強くなってしまったマップですから。そうですね、山登りができなくなったことで、その守りがすごく硬くなったんですよね。そうですね、それに対してロシア勢が出した答えは1ラインで H13 と 5A のラッシュというのが最近の流行りですね。そうですね、最近の流行りですね。どう考えてもその防衛布陣を作り切られる前に相手の戦線を突破しなければいけないということになって、あっとここでそうですね、バルサミコス選手の T100LT とハポネス選手のバッドチャット、バッドチャットにまずは2発、ハリエン選手もあまりこう無茶をしすぎると相手に打たれても しまうし、相手こう別のところから打たれるかもしれない、なので気をつけなきゃいけないんですよね、ここは。そうですね、ただここは K の1を取られるまでは絶対安全のポジションですから、はい、しかも K の2なんか入ってますね、なでこ選手の103ですか、そうですね、が入ってるので、はい、そうそう落ちるポジションじゃないですね。はい、このなでこ選手のその S タンクのポジションなんですけど、ここって確か鉱山入り口打ってませんでしたっけ。どうだったかな、打てるかもしれないです、うん、そしてただ多分西に砲塔を向けてると思うんですけどね。そうですね、おそらくなんですが T100LT とバッドチャットが攻めてきた時の抑えとして、うん、そしてあとあれですね、バッドチャット T100 だったら正面を、そうですね、ヒート対策にもちょうど、といったところで、さあここからどのような展開になるのでしょうか。おそらくなんですが1ラッシュ1側は1ラインがラッシュキャップラッシュを食らった時に2キャップを止めるには、あそこの S タンクというのが非常に硬くて非常に強いというのは、うん、しかも見えないですからね、あるでしょうね。A1 を取られない限りは基本的には見えないポジションですから、はい、さあバッドチャットと T100LT ここに2台うずめておくのはあまりにもあまりということもあって、ラストメモリーズここからどうするのか、そしてキリン選手のポジションがまたすごいポジションですね。ハリエン選手勢いつけたら登れるんですね、ハリエン選手が甘く離体を出した瞬間に離体で切られて倒していきたいんですけども、ただ一応考えなきゃいけないのは TVP のワンマグじゃ T100 は落ちないと。そうですね、そうですね、まあ、ただ削れれば K1 を取りに行けるのでね。さあセンターでマウスの打ち合い、秋選手、秋ヘルクライ組のマウスとリクサムマウスが対戦をしています。そして、トモッチ 5A がこれ、Q ライン側を伺おうとしているのか、いや一旦下がって、これはこう 1,2 ライン側に移動っていう感じですか。うん、ただ見つかりましたね、秋選手が前に出てきたのか。そうですね、さあマウス同士の打ち合いというのは非常に、そうですね、おそらく 5A が5詰めの 5A がいなくなったということで、秋選手のマウスが上がってバッドチャットを取れればいいなっていったところ、いうところでしょうか。あー、ただ TVP 見つかりましたね、これ。あーっと TVP が見つかって、あとなでこ選手の 103B も見つかりましたが、これはどうか、 TVP にはあんまり打たれたくない。さあなでこ選手がこれ打ってバレてしまっ、 TVP がバレたのと同時におそらく 1ライン側を仕掛けましたね。
ただここの K ラインの STRV と H ラインの T100 は落とせないですね、うん、さあセンターでマウス2枚が打ち合い、さあマウス3枚、そしてそこにバッドチャットが割り込みをかける。うん、ただバッチャットの火力は全打カットさせてもマウス3枚の方が多分勝ちますから、はい、気をつけなきゃいけません。さあ秋選手のマウスが、あ、南からのシェイプ入ったのか、はい、そうですね、キリン選手が、うん、ね、TVP、しかもそして南からの援護が、ね、うまいこと、はい、真ん中でマウスを挟み込む形を作ることには成功しましたが、いや当たるのか今、いやこれはハポネス選手、うん、南取られましたね、はい、これ T100LT、 そして、103、あっと T100LT はまだ健在ですか、ハポネス選手のバッチャがダウンですか、さあ、おっと、おバットチャット、うまいですね、ちっちゃいおっさん選手のバットチャットが裏側、マウスの裏側に回り込んで一気にダメージを取っていった。しかしここで、いい方が移動しているのが見えたので8ラインがクリアということでいきましたね、はい、1人で。しかしここで打ち止め、これは T100 落としに行くんじゃないかな、1ラインのカバーが誰もいなくなったので、ハリエン選手と、ただもたもたしてるとダブル Z にも打たれてしまう。あっと、 E4 が飛びましたか、これは完全に、トモッチ選手の 5A に誘い込まれた感が出てきてしまいましたね。さあ戦場、主戦場が完全にこうあっち行ったりこっち行ったりっていう難しい状況になってしまいましたが、さあ戦況的にはラストメモリーズの方が有利。さあバルサミコス選手に対してハリエン選手がどれだけ粘れるか。この T100 に関してはもう時間を稼いでるだけでいいので、はい、さあリクサム選手も打ってってどうか。あーっと、ここでナデコ選手が落ちる。ユパ選手も落とされて、おそらくこのままラストメモリーズ押し切ってしまうでしょう、うん、久々に、そうですね、元ビギニングのうまい動きが、マインズが帰ってきたっていう感じですね、うん、ですね、はい、非常に今の試合こう上手かったですね。今の試合どうでした、亀選手的に見て。いやー素晴らしかったです。はい、イエローを倒したマインズをちょっとだけ思い出しました。そうですね、彷彿させるぐらいの綺麗な動きでしたよね。さて、じゃあマップの方軽く見てみましょうか。T100 がまずここ、ジマルさんがここですね、はい、でフォッシュと E4 でマウスか、マウスが3枚ですね、はい、それに対してこう効果的に働いたB ゲーミングの車両というのが TVP とバッドチャットですね、はい。それじゃあちょっと、リプレイの方見ていきましょうか。はい、まあここはもうすでにこう囲まれてしまった後のカレンティーガーで、残念ながらといったところでしょうか。もう、一方ここら辺は一方的な打ち合いになってしまっていますね。はい、それでは、マップの方再度見ていきましょう。はい、特にやっぱり亀選手的に印象に残ったのはどの車両でした？
TVP がいい働きしたんじゃないですかね。TVP とバッチャット、シャット 5A がいい働きしてたと思います。うん、それぞれが連動して動くことで、こう、硬い TD3 枚をこう南のラインに布陣させたカレンティーガの硬いライン守りというのをともかくも止めたっていうのが印象的だったのと、そうですね、こう最後まで隠しておきたかった S タンクっていうのが、うん、最初にバレましたね、はい、バレてしまったっていうのも大きかったんじゃないでしょうか。はい、で、5A、友知 5A が 1,2 ラインに行ったのを見て、カレンティーガーはこう、これはね、鉱山取り返せると思って勝負を仕掛けました。しかし、うん、マウスが後ろにあと1枚隠れてたんですね、はい、それとあとバットと TVP、はい、この2枚のクロスにあって、しかも後ろからも T100 に打たれる状況でしたので、はい、まあ、もちろん押せないということで、そうですね、来てましたよね。こういうきっちりとしたストップが効いてたっていう感じですね。で、慌てて下げてしまいました。何しろセンターでの打ち合いを優位に運べたっていうのが、うん、ラストメモリーズの勝因になった一つの原因ではないでしょうか。これに関してなんですけど、あそこでマウス無理押しせずにセンターでじっと待ってたらどうだったのかなっていう。どうでしょうね。それだと確かに、うん、まあディフェンス側ですから CT は、はい、確かに相手はコザルをカルドを待つしかないと、うん、待ってればよかったという可能性もあります、ね、そうですね。これに関して言うと本当に、じっとりと守って、で K1 に入った T100LT まず最初っていう考え方をしてれば、もしかしたら戦況っていうのは変わったのかもしれないですね。うん、うん、で、ここを押したタイミングで TD もこちらに行ってしまったので、そうですね。それはもちろんこれが見てましたから、はい、そしてこれがこれ、ここに入って、マウスと先焼かれるという状況にされてしまいましたね。ね、ここの抑えの TD がいなくなってしまって、バッドチャットがリロードかけて、こう裏側に滑り込む。で、こう、まあ、ここで完全なマウスを囲み込む体制というのが出来上がってしまった。もちろん、ここの 5A っていうのも最初キャップを引いて、キャップをすることによってここの T100LT とそして S タンクというのをかなりプレッシャーかけましたよね。はい、うん、で、ちゃんとミリ残りでここに耐えてて、そうですね、 T100 に連れたい T100 に対して500入れてきましたし、はい、うまかったですね。本当にこういくつかの細かい要因っていうのを組み合わせた上でようやっとそのマインズの守りが崩せるという、そういうふうにマインズの守りを崩すっていうのは難しいっていうのが分かっていただければ幸いです。本当に、はい、といったところで、僕ね 5-0 でカレン行っちゃうかなと思ったんですけど、そんなことはなくマインズで取り返しましたね。うん、はい、さあ次の試合、今度はラストメモリーズが守りでカレンが攻め、どのようになるのでしょうか。さあ見ていきましょう。4戦目、マインズディフェンスですね。さあ、おっと、これロシアン113ラッシュかな。そうですね、ロシア式は。ロシア式ですね。うん、まずここで3キャップを決める。で、T100LT はこれはこうあくまでも偵察のための3キャップじゃなくて H の3に貼り付けるやつですね。ですね。で、この T100 は T100 はもう取られてしまうっていう、あっとこれ外してしまったのが痛いですね。これはまあもう T100 はここ、おお、これ貫通させましたね。4005、あっと4005が113に貫通、撤収されました。撤収ですね。1600、1700近く出てますね。これは痛い。4005を使うという、こう、戦略が完全に当たってしまった形となってしまったか。さあ、モーダメ選手もダメージを受けつつ、T100LT に牽制かけに行く。しかし、T100LT が延々とダメージを取るという、この状況。なんとかして打破したい。さあ、篠崎選手のマウスにダメージが刺さっていくが、いや、秋選手、ヘルクライ選手の113はもう虫の息。
ちょっと T100 がしんどいですね。そうですね、ポリー選手も側面ずっと打たれる状況、ようやく落とせそうですが、そうですね、キリン選手を動かして動かすことには成功しましたが、残念なことに113ラッシュが完全に止められてしまいましたね。まさかのアーチャー4005、それは確かに言えてるかもしれない。いや嘘だ、それ嘘だ4005が使えるのは1回だけだってまあ完全に止められましたね、うん、さあ車両編成ちょっと遅くなってしまいましたが確認していきましょう。マウスが2枚、7号戦車が1枚、 E4 が2枚に 4005T100LT という4005、っていう感じのラストメモリーズ。それに対してカレンティーガが 1135A バッドチャット TVP、 バッドチャットが2枚に TVP という編成だ、 かなり軽い編成で動かしに行ったんですが、先頭の113 2枚というのがあっという間に溶けてしまったっていう、そこに現状があるのかもしれないです。いや僕もこう4005をね113刺したところで、まあいいとこ700だろうなと思ってたら謎の1600ですからね。はい、トモ選手多分笑ってます。あー貫通したわ言いそうですね。ちなみにこう僕4005で IS7 までなら一発で飛ばしたことあります。側面刺さると結構痛いです。結構どころか、まあ相手いないんですけどね、はい、そうですね、4005なんですけども、次回パッチですね。でとんでもなく強化を食らって、あの628 T628 ソレンティア TMD T628 と同じ速度で走り回れるようになるので、はい、まあ化け物になりますね、はい、またおかしなことになります、うん、いやもうまた WGL でも使われるかもしれないですね。僕こう楽しみなのがこう通行量取れるポジションが とてつもなく増えるんですよね。もう今まで通行量でそんなに乗らないところが、まさかの通行量4005で一撃で飛ばすっていうことが、はい、起こるようになるかもしれないですね、はい、僕こう4005大好きでいつも乗ってるんですけど、こう飛び込んでくるティア8ライトタンク、偵察ライトタンクとかを一発でワンパンすると、もうその試合はにやけが止まらないですね。やってやった感 いずあるみたいな、そんな感じですね、うん。今テストサーバーは確か公開中でオンラインですので、はい、ぜひともダウンロードしてやってみていただけると。次のバージョンの 9.20.1 ですね、ぜひぜひこう遊んでいただければ、皆様もこう次のバージョンが一足お先に楽しめるという。さあまあこうなってしまったらもうどうしようもないかなと。さあユパ選手が E4 を倒すんですが、トモッチ選手がブラインドで打つが外れ、まあ4005で何がこうあれかっていうと、このね長いリロード時間がね、まあもちろんね183ミリなのでしょうがないなとは思うんですけど、そうですね、4005は走行する、うん、そうですね、タイプ5が、ね、貫通するので砲塔が、はい、逆に4005は一撃飛ばされますから、それはどちらともまたタイプ5が増えるかもしれないし、タイプ5が増えればまたマウス増えますから、す、ね、一体どうなるのかという感じですね。まあこうね、僕が考えた最強の戦車っていうのはなかなか存在しないので、いやでも183ミリをこう延々と乱射できる戦車欲しいですけどね。昔それに近いバッフェントレーガー E100 っていうのがあったんですけど、今ないですからね。おお、当ててきますか。おお、 E4 ですね。 E4 の750弾がバッドチャットに命中。さあラストメモリーズがいい感じで、まあマインズは2セット取りましたね。はいね、こう IS7 がバフされちゃったんで、もう4005で一撃っていうのは今のバージョンではねさすがに無理かなっていう感じにはなってきましたが、うん、はい、
といったところでこう2セットずつ1マップ2セットずつ取り合うという展開となってきました。ちょっと我々の予想は外れましたね。我々としてはこうラストメモリーズそこまで調子上がってないんじゃないかっていうこう予想を立ててたんですけど、もしかしたら先週の TGS でこう、みんなこう顔を突き合わせてこう調子が上がってるのかもしれないですね、もしかしたら。はい、さあそれではマップの方ちょっと確認していきましょうか。はい、まずカレンティーガーが113を、おっと、その前にリプレイ見ていきましょう。はい、このシーンですね。はい、トモッチの4005が1600ダメージを113に与えると。正直その瞬間になんかこのゲームこれでいいやっていうそういう感じになりますね。はい、まさになんかマインズを象徴する出来事だったのかなと。なでこ選手もきっちりと形勢不利になってからも逆転を狙っていたわけではあるんですが、さすがにメインヘビータンク3枚飛ばされてからだとまあきついなといったところではないでしょうか。うん、さあマップの方を確認していきましょう。はい、まあ狙ったのはこの形でしょうか。そうですね、ここに貼り付けるということは、まあはい、ここにいる車両を照らすのに便利なんですね。ただ3枚貼り付ける意味っていうのはいまいちちょっと僕には分からないかなっていう感じがするんですけども、まあここへの牽制、ここへの牽制、ここへの牽制ということを考えると2枚ないし3枚あれば便利っていうことではあるんですが、ここ結構狭いんですよね。うん、そうですね、3枚入ると3枚入りきれずに、まあここからこの辺が破って打たれたように、うん、まあ多少出てしまいますから。あとはここを出して TD に113に TD を吸わせたタイミングでこれを行かなきゃいけなかったんじゃないかな。そうですね、ワンテンポここがちょっと遅れてここでダメージもらってましたから。そうですね、それで T100 をもうこれをノンストップで脅さないとダメなんですね。はい、うん、じゃなきゃここの113っていうのがちょっと傷つけられますから、ともかくここの113もしかしたら1台こっちに回してここのタイプ、7号ですか、7号に対処させるつもりだったのかもしれないんですけど、まあでも本当にともっちの4005が、ね、まあ、ワンパン食らったのとがここからですね、ずっと削られ続けたのが痛かったですよね。そうですね、そこでまずこうカレンのやりたかったことっていうのが切れてしまったのかなと。はい、いや本当にねこうマインズの守り突破するの難しいんですよ。でロシアの出した結論っていうのがともかくこの K ラインにまでヘビータンクを貼り付けようという、うん、ここを取り、はい、この前は元、ナビ今ラッシュというチームなんですけど、ファイブエイト113でここ流してやってましたけども、やっぱりこの基本的な芋の形ですねには勝てない感じがしてましたよね。うん、でもやっぱりここに 1135A を放り込むことによって強いのはここに対する対処も強いですし、そうですね、こことあとはここですよね、遠距離もヒートですのでやりやすいんですよね。うん、ただ入れるのがやっぱすごく難しい、もちろんバッドチャット T100 等の60キロオーバーの戦車に対しては50キロじゃ見劣りするの で、ね、通行量の入る必要がありますから、うん、そしてね、こう友知選手もやってましたけど大口径砲でズバーンとやっぱり打たれてとんでもないダメージ食らったらもうそこでなんかその選手は終わりみたいな感じにもなってしまうので、本当に今マインズっていうのがこう崩しにくいマップの一つとなってますよね。うん、ここの登山がですねほぼほぼもうどのチームも使わなくなったので、うん、なかなかね難しいんですよね。そうですよね、まあ、もちろん自走入れればディフェンス側を自走入れればアタック側ラッシュしますから、ディフェンス側は自走入れるっていう選択もあるんですけども、自走砲入れたところでっていう感じなんですよね。焼き切れないことが多いので、この前のセブンパイレッツですか、はい、が EL 相手に見せた261のあの使い方っていうのは自走砲入れる場合だと非常に理想的な形でしたね。うん、本当にあれはうまかったです。さあ
こうマインズで2本取り返して セットカウント2対2のタイというはいタイこうね嫌な足音がひたひたとこう聞こえてきそうな気はしますが、はい、さあ次のマップはプロホロフカです。あれですよ、マインズで勝つには奇策を決めるしかないんですよこう言ってしまってはなんですけど、コメントで奇策に走りすぎる、うん、奇策を何とかして成功させれば勝つ可能性があるかもしれないというこうね、プロホロフカ、プロホロフカはそんなことはないですよ。さあ見ていきましょう。赤チーム攻め側のラストメモリーズ、 5A が2枚、バッチャが1、2、3枚、そして S タンクが1枚に、ラインメタルパンツァーが1枚、非常に軽い、とても軽い編成ですね。それに対して、青チーム守る側のカレンティーガー、5A が1、2、3、4、5枚、そしてバッチャが2枚という、まあ、同じ車両を多用したすごい展開なんですが、あっと一気に秋選手は削られましたね、だいぶ秋選手がかなり削られてますね。2発もらったかな、はい、そしてバルサミコシュ選手、バルサミコシュ選手がこう一発バットからもらってる感じですかね、そうですね、岡上バットからかなり上から角度つけて打たれてる感じですね。そしてもしかしたら南のただこれバット打ったということは、ですよね、そう聞きますよ ね、はい、バットチャットがそろそろ打ったということで、あっとここでカレンティが前に出ます、前に出ます。さあ並んで前に出て まずこう北側に抜けた 5A を一気に打ち据えます。バルサミコス選手、そして篠崎選手の 5A、 まずここから倒してしまおうというそういう意図が見受けられました。さあバットチャット球を打ってリロードですね。さあ103は何としても返しのダメージを取らなければいけません。はい、ユパ選手ダウンしたがどうでしょう。それにしてもいやまあ十分取れてはいますね、ただもう1台落としたいところ。カレンティー側のダメージがかなり加算できている。これねえ、トモッチの S タンクがどれだけダメージ取ったのかっていうのを後で確認したい、ね、いや相当取ってますねこれ、ほぼ開幕マロ選手も落ちましたか。開幕から多分今の今まで打ち放題だったんじゃないですかこれ。うん、いい感じですよこれ。まあ2台落とされましたけど、2台こっちも落とし返した上に 5A2 枚瀕死ですから、はい、かなりいい感じになりましたね。ミンゲミング、さあここでカレンが形勢を逆転するラインメタルパンツァー落としに行きますか、ラインメタルとあとはバットチャットですね、相手のその存在がすごく気になるという。ラインメタルに対するカバーはただしてきっちり入ってますね。そうですね、モーダメ選手もダメージを受けてしまう。さあ、あっとここでラインメタルが前に出る、これ落としきないですね、きっちりと道を塞いだ上で援護を受けられるようにしましたね。ラインメタルは HP 持ってるのでもう一発は 5A 受けれますね、はい。でここでラインメタルは1枚バットチャットを釣ったということでお役御免、真ん中の偵察に出ますね。おそらくこれしんどくなりましたね、一気にしんどくなりましたね。ラインメタル落とせれば全然価値はあったんですけども、はい、こう結構ねカレンの悪い癖として広く浅くっていうのが結構あるんですよね。今このマップの状態見てもらえればわかるんですけど、広く受けるっていうパターンが結構あるので、そうですね、まあバッチャット3枚残ってる B ゲーミングがすれば1点をどっか突破してしまえば、はい、カレンの選手は倒せるということですからね、はい。さあなんとか耐えましたが、いやーもうヒットポイント85ですか、ミリしか残ってないですね。うん、ここからラタタライメタルパンザーが一人生き残ってますから、好き勝手動きますよね。おそらくは北サイド、おっと北サイドでバレて、うん、発見はした。おそらくバットチャット次のリロードが終わったタイミングで仕掛けるんじゃないかな。じゃあ、
ラストメモリーズ側は無理せずにキャップを選択した方が良さそうですね。っていうのもそうですね。ヒットポイント的に、うん、ヘルクライドバットがどこいるのか分かんないので下手すれば落ちますから。そうですね、まずは2キャップをして、うん、どうぞ線路を踏み越えてきてくださいという形で誘いますね。さあもうこれ友知選手好き勝手これダメージ取りますよ。ここでも2発 S タンクの特性というのを、S タンクの特性というのをこれでもかっていうぐらい使いこなしてますね。皆さんもねぜひ S タンク開発した折にはこうやって使うんだっていうところをこうね見せていただきたいですね。本当にねこの位置なかなか打ちづらいですよ。さあなでこさあキャップは切れましたが、キャップは切れたけどまあダメージはとんでもなく増えてると。なでこ選手もこれで線路を越えたところをこう、うまかったですね。はい、きっちりと撃破、レスティアルウェイきっちりダメージ出しました。さあなんとなんと、まさかまさか2連敗からの3連勝でラストメモリーズ前シーズンまでの戦いをこう、そうですね、なんか思い出しましたね、思い出すかのような、はい、ニューヨークでのあの試合を思い出すような感じです、はい、いや本当にこう調子に乗った時というかね、うまくいく時はこういうものなんですけど、さあどうなんでしょう。カレンはここで負けると非常にまずいですね。そうですね、このプロホロで負けてしまうと、はい、負けたくはないところ、次負けてしまうとリーチがかかってしまいますからね。さあマップを確認していきましょう。カレンのその判断っていうのは決して間違いではなかったけど結果では負けてしまったというのが今の試合を物語るシーンだったのではないでしょうか。うん、そうですね、こんな感じですね、はい、さあ何が起こったのかっていうのを解説していきましょう。まあセンター寄りにカレンが配置してたっていうのは事実なんですが、おっとリプレイ出ます、リプレイ出ますね。そうです、最初このシーンですね、ラストメモリーズ側のバットがきっちりと 5A 部隊に対してダメージを取っていった、はい、でしかしバットショットが打ったということでカレン側は 5A はアタックにかかると。そうですね、これに関してしかしそこは、はい、なんとハポネス選手と多分打ってないハポネス選手とトモス選手の STRB ですね、そうですね、がひたすら打てるポジションでしたのでどんどんダメージを稼いでいった感じですね、はい、こう2台のヘビータンクを取るためにその2台以上のダメージというのをカレン T が負ってしまいました。ここでこうきっちりと篠崎選手バルサミコス選手を落とすんですが、やっぱりこう A の1にいるライ A の0にいるラインメタルパンツァーというのもこう丘の上から延々と球を打つっていう状況を作られてしまいました、うん、しかもここうまかったですね。そうですね、しっかりとこのシーンですね、選手にカバーを入れている B ゲームに奪っちゃったですね、はい、あれ、このキリン選手のポジションまでモーダメ選手に入られてしまいますと援護が受けられなくなる、あそこ入られると、はい、しんどいですか、キャップ踏めないですからね。そうですね、援護に 入られなくするというよりはこうあそこで体を使って こっち来んなって言って押しとどめることで援護を受け続けられるようにするというこのすごい細かい動きではあるんですけど美味しい動き でしたよね、うん、はい、まああのシーンにもちょっとこうカレン何やってんのかなって思うシーンがいろいろとあって、やっぱりバットチャットが北と南に1枚ずつ割れてたんですよね。いや、2枚とも北でした。2枚とも北にいました？はい。そうだったっけかな？なんかモーダメ選手じゃなくて、もう一人なんか南で。打ち切ってから多分。打ち切ってから南に行きましたか。うん。ということはやっぱりこう、キリン選手の T100LT 倒せなかったのが、すごく響いちゃった感じが最後までしますね。そうですね。おそらく想定、このバットの存在というのは意外と大きかったのかな、うん、なるほど、
これ餌に、まあ、方法まるまる2000出してますから、はい、でそして STR ベイトを組み合わせればもちろん2000プラスあの DPM4000 ぐらいのものが飛んできますからね、はい、ここに、はい、これに関してはもう本当にね亀選手が言ってた通りここの2枚のヘビータンクというのは完全に釣り餌ですよね、はい、釣り餌にしてこう5枚の戦車がこうそこには2枚しかいないんだうらーって言って飛び込んでしまったらこうここにこう他の部分ですよね、ここからもここからも、はい、ここからももう他の戦車が打ち放題打ち放題のこう大フィーバー状態に入ってしまったと。特にここの S タンクですよね、もう本当にこうあれじゃないですか、接敵から最後から最後まで延々と打ち続けてるじゃないですか、うん、ひたすらここに、もう金川の戦車が全部引き終わるまでひたすら打ててますから、多分5000ダメージぐらいは取れてんじゃないかなって思います、うん、じゃあこうさっきの試合あの編成でどれが主力だったのかって言われたらどうだろう、ラストメモリーズ側の主力ってやっぱりバッチャ3枚なんじゃないかな、うんだと思いますね、うん、バッチャ3枚が安心安全な丘の上そして街の中こう隠れていて、でやっぱり餌にしたヘビータンクに釣れたー釣ったーって言ってこう飛び込んできた相手車両に対してとんでもないダメージを瞬間的に叩き出しましたよね、うん、うまかったですね、うん、あれはカレンはどうなんでしょう、ここの車両の存在っていうのを完全に頭から消して飛び込んじゃいましたかね、どうでしょうね、それともこう最初に初手こう北に抜けられた段階であんまり通行量が取れなかったんでこのままだと自利品になるかもしれないっていう感じで飛び込んじゃったのかな、いや多分行けると踏んで行ってると思うんですよね、うん、でなきゃ5両で乗り越えるってこともしないでしょう、ね、ここのバットチャットのはどちらともまあリロードをかけてると踏んで行ったら、うん、まさかの多分ここにとここにもう1台いたという感じだと思うんですよね、 STRV はの配置を丘上の場合もありますしここに配置する場合もあるんですよ ね、 そうですね、ここですよね、なので、はい、ここに配置してたらまあカレン側の作戦はハマってそうですね、北側きちんと全部取れてて、はい、北側に思います、はい、おそらく順番で言うとここ2枚取ってこのバットチャットがこっちを取って、そうですね、これはまあこっち取って で HP あるのでこっち出して、でここを取っていくって感じでした ね、 そうですね、それだったらこうヘビータンク部隊でここの丘のまあ南に配置してあとは追い詰めていくだけなんですよね、バットチャットがこう回ってもいいですしっていう、こうカレン側の動きもきっちりとこう考えられ分かるし、まあラストメモリーズ側がもうこれは完全にはまったっていう感じではめた試合一戦でもありましたよね、はい、Sタンクは本当にその打てるポジションで延々と打ち続けられる状況っていうのが作ってもらえると本当に楽しくなりますからね、どんどんこうシューティングゲームになっていきますから、うん、打てばただ僕は最近 UDS を買ったんですけども、はい、いやー使えないですね難しすぎてちょっと、あの選手強すぎて難しくて乗れなかったです、特にこう射撃モードに入るワンテンポですよね、うん、あのタイムラグがどうしてもっていう人ももちろんいるんですよね、さあここでリーチをかけますかね、かけられるのかラストメモリーズ、それとも逆転の目はあるのかカレンティーが、そしてこうねやっぱりこの2チーム日本勢同士の対戦ということもあってこうすごく泥試合な感じになってきました、さあどのようになっていくのでしょうか、次の試合見ていきましょう、ハポネス選手がまずはセンターラインに踏み越えて相手を確認、しかし相手の姿が見えない、おおこれはまずい、で逆に打たれる、おっとここでヘルクライ選手捕らえた、モーダメ選手も逃げ気は捕らえられるか、あっと2体切られた、2体を瞬間的に直して逃げることができるか、おっとセンターでヘビータンク部隊も勝ち合った、しかしモーダメ選手にこれ261が刺さったか、さあハポネス選手稼ぎますね、ダメージを最後まで稼ぎ切ってから倒れたい、しかしそれを許さずとマロ選手が突っ込んでいく、マロ選手がきっちりと一発受けて取り切った、次は IS7 のとこ狙いに行きますかね、はい、さあここで一気に返して IS7 を狙いに行く、アーティーがいるということはそういうことですよね、そうですね、
さあ、あとなでこ選手のエンジングリューに一発300ダメージ、リタイも切れるがすぐさま逃走。さあここで一気にセブンは取ったが、これキリン選手のポジションに攻めに行くのか、それともあっと一気になだれ込みますか。うん、まあ線路の西側のとりあえずマストで確保しようという形で、はい、強引にでも取りに行きますかね。さあ車両編成確認していきましょう。一気に試合が始まったので確認する機会がありませんでしたが、ラストメモリーズ、7が1枚、5A が2枚、S タンク、バッチャが2枚に、261という編成でした。今ではこうバッドチャットと7を失ってかなり厳しい状況に、ラストメモリーズは追い込まれてしまっています。攻めが青チームカレンティーガですが、 5A がやっぱり4枚、そして 50M ですか、 E50M に、バッドチャット2枚という編成。はい、攻め側カレンティーガーがもうかなり優位に試合の方を進めています。そうですね、これはもう西側を取り切ったので1キャップに入れますかね。ただ相手には261がまだ存在しているので、キャップを切り続けることっていうのはそこまで難しい問題ではない。さあ、ユパ選手これあまり慌てるとこれ RT で RT 圏内になってしまうんですが、ただここは通んないんじゃないかな。そうですね、ちょっと RT 近すぎますね、この距離だと。で打たせてしまえばキャップを切る時間はないだろうということで、これはキャップが成立してしまうのではないかというところではありますが、さああとはバルサミコス選手がキャップを切れるか切れないか。切れませんでしたね。あーっと残念ながらアーティー切れず、キャップの方成立いたしました。3キャップ成立でカレンティーガーが3-3に3-3に、はい、いやーかなりの試合でしたが、はい、いやもうねコメントでこうドロドロドロとかタイタイタイとかいろいろと出てますけど、はい、いやーなんかねいろいろなこう雰囲気が出てきましたが、3対33マップで3対3のまま次のマップへ向かうわけですが、今の試合ちょっと確認していきましょうか。はい、250はどこでしたっけ。250が丘の上に登ったのか、ちょっとリプレイの方見て確認していきましょう。このシーンですね。あーっと E50 もいますね、一緒に真ん中にいたのか、うん、センターですね、ヘビータンク部隊に追随してますね。ここハポネス選手もうちょっと手早く片付けられてたらもっともっと試合の方は終わった可能性というのはありますけど、はい、さあここからどうなるか、このシーンですね、はい、Sタンクもきっちりとダメージを取って、しかし、キャップは切れず3キャップが成立したという、そういう試合でしたね。これも基本的にはともかく守りたかった、こうマップ4分の1をきっちりと守っておきたかった、ラストメモリーズに対してカレンティーガーはここに中央部に大部隊、そして、バッドチャット2枚ですね、開幕このバッドチャットここの2枚っていうのは結構ランダムマッチでも刺さるんですよね。そうですね、まあここを登る HC に対して一枠はけますから、そうですね、一方的ここのポジションは強いです、ね、はい、一方的に打って逃走することも可能ということもあるので、ただバッチャットですから、うん、まああんまりそこで火力を出すよりはランダムだと視界に徹した方が、そうですね、ただこう通行量ね、最初からなんかゲーム始まって最初から最後まで通行量取りたいんだっていう時はここのポジション結構ねランダムマッチでも使えますから、こう軽くね頭の中に置いといてもらえれば
本当に勝ってますよ。で、ハポエル選手が、まず最初ここですね。はい、そうですね。で、渡った時に、ここをスポットしたんですけども、まあ、帰りにダメージで、かなり瀕死ダメージをもらって、はい、ここの家の裏に来たんですけども、それを落としに、これ行ったんですね。そうですね。で、こちらに出てきたので、ここの戦車は撃てませんし、まあ、ここの58を103だけで対応したんですけども、もちろん、枚数的な問題で落とされますし、はい、もうこれ、その後、落とされた後は孤立しているこちら IS7 ですね、を狙いに行ったんですけども、それも枚数でも5対2ですから。はい、順番、すごくこう、順番だったんですよね、ここ1枚、まずハポネステンスのバッチャを取る。で、相手の弾っていうのは、ここと丘、まあ、山の上、そして、こう 川から飛んできた、アーティもこっちから飛んできた。ということは、こっち側に居続けるとダメージがかさんでしまうということを考えると、まあ、バットチャットを取ったら、こっちに回って、こう線路脇を攻めようという、うん、完全な彼の策に当たってしまったと。まあ、こう、図解っていうか、矢印で表記すると、まあ、こういう感じですよね。で、前に出してた2枚を取られてしまったので、ここのバッドチャットがもうフリーで動けると、うん、いうのもあって、もう一方的に試合の方は一方的になっちゃいましたよね。でヘビータンクっていうのも北に貼り付けっぱなしだったので、相手のバッドチャットに対応する手段っていうのがほぼなくなってしまったっていう。はい、まあどうなんでしょう、この夫人からすると編成的にちょっと渋かったっていうのはあるんじゃないですか、うん、まあそうですね、アーティー入れるということは前線の枚数が1枚減るということですから、うん、770においてアーティーというのは非常に使いづらい、そしてむしろしてこのマップですからね、うん、相手がハマってこない限りはなかなか使いにくい戦車なんじゃないかなって俺は思います。はい、アーティーを入れるためには前線を押し上げないとアーティーっていうのは輝かないんですよね。ただその前線車両を一発で消し飛ばされるような状況っていうのを作られてしまうと、 RT にしても TD にしても輝けなくなってしまうというのが、こう非常にワールドオブタンクス7070の厳しいところですよね。そうですね、今までは8位で採用してたチームもあったんですけども、うん、全てが10位になってしまったことによってね、前線が全て、はい、HP が割と多い方が勝つ、地層砲もその性能調整が入りましたから、今までみたいな一撃必殺みたいなのは期待できないですね。そうですね、じゃあこの陣形のうちラストメモリーズのどこを直せばこう耐えれたし守れたかっていう話ではあるんですけど、ここの北のヘビータンク2枚っていうのももうちょっと積極的に。そうですね、まあこっちこことこのラインでまずは取ってから、後からこっちを取っていくっていう形にしないと、うん、多分厳しいですね、うん、ここで1枚もちろん残しておくと初動ラッシュかけられてこれ飛びますから、ね、飛びますからね、はい、なのでこのラインを取って、この線路から右ですね、そうですね、普通に取ってからじゃなきゃ始まらなかったかもしれないですね、はい、特にこうアーティー含みの場合はどっちか守るそのキャップポイントっていうのを決めて、確実にその守るキャップポイント側の線路から線路側を取り切らなきゃいけないんですよね、守るためには。なのでこう、まあマップ4分の1で守ろうとしたら守りきれなかったっていうのがラストメモリーズだったわけではないでしょうか。だからヘビータンク、ここの3枚を、まあ、バッドチャットの後ろから突っ込まさせていればもしかしたらこの2枚のバッドチャットを取れた可能性っていうのはあるんですよね、うん、まあこれね、こう完全にこうだった、こうだったらっていう風の話ではあるんですけど、はい。それではここでこれがねラストのマップになるのかどうかわからないですけど、次のマップは室蘭海です。さあ室蘭海か、どうでしょうね。はい。室蘭海っていうのも最近かなりスピードが速くなってきたマップですので、どのように。そうですね、マウスを多ければ多いほど負けやすくなってるような最近はそんな感じがしますね、はい、おということで車両編成にもいろんなバリエーションが生まれてきました。昨今見ていきましょう。赤チーム守り側ラストメモリーズ、マウスが2枚57ヘビーパットン48パットンですね。そしてフォッシュビーバッドチャットラインメタルパンツァーと車両編成かなりバラエティに富んでいる。
そうですね、48パットンなんですけども、バフによってキューポラが小さくなったんですよね。はい、キューポラがそのことによって、そして STB より球が当たる、まあ、拡散が小さいので球が当たりやすいということで、はい、G1 にも速度がいらないポジションですから、ね、G1 に関しては。なので STB が採用されることが増えました。はい、STB が採用されることは減りました。もともと、その、まあ、高新間射撃もバシバシ当たるというような射法制度ですよね。そして、化け物みたいな視界というのを持っていたパットンというのが強化されたと。なので採用するチームというのが結構増えてきた。まあそういったところで だとは思うんですよね。昔のパットン本当にね、砲塔のキューポラが ともかく大きくてそこを抜かれて、ね、あれがもう本当につらかったですからね、はい、僕もこう M バッチ取った時すごいこうなんか死ぬ思いをして取った気がするんですよね。こう、これでもか、これでもかっていう。はい。さあ、そんなラストメモリーズに対してカレンティーガーなんですが、これまた軽いですよね。セブンが2枚に、バッチャが1、2、3、4枚。バッチャが4枚。そしてエスタンクが1枚という。そうですね。カレンのその、布陣、よく見る布陣として、南北に長い戦線を保ってましたね。ここからじゃあ どうやって攻めていくのかっていうのが注目ポイントの一つですね。はい、おお、103が見つかる。これは落とされたくないぞ。そうですね、これはなる、もう多分ね、ハリエン選手の103はこう泡を食って逃げ出してる最中でしょうね。見つかりっぱなしですね、これ。そうですね。しかしこのラインメタルパンツァーかなり積極的な南ポジション取ってますね。しかもこのラインメタルパンツァーカモレットを積んでない。完全にカニ目でカモレットを積まずに、遠距離からでも見える仕様っていう感じです、ね、はい。でこれおそらく CT 側は今どこにラインメタルパンツァーを隠してるんだという感じで探してる感じですかね。いやー、このラインメタルパンツァーのポイントポジションっていうのは見つけて倒そうにもちょっと欲しい。そうですね、定番ポジションではないのでね。これね、下手に乗り出すとすごい集中砲火浴びてとんでもない、もう瞬間的に車両が溶けてしまうような流れにもなってしまいますよ。これちょっとカレンバッドチャットの編成でどうやって崩すのかっていうのがちょっと見ものですね。そしてここでまあ幸いしているのがマウスですよね。マウスというのは、H03B に対してはそれなりに強い選手ですから。そうですね。APCR でもって正面走行ぶち抜けますからね。そしてキャップも見えると。これなかなかしんどいですね、カレン側。ライメタル倒さない限りなかなか自利品な感じがしてきますね。さあ大ダメ選手、このにダメージは入りましたか。ダメージは入ったんですけど、リタイ修理してすぐ。リタイ切れましたよ。おっと、これはまずい。これはまずい。モダメ選手が飛びましたか。そうですね、一気に飛ばされてしまいます。あ、これは厳しいです ね。これはこうバルサミコス選手のこの偵察ポジションっていうのはもしかしたら効いてますね、効いてますね。これは103もずっと見つかってるとはおそらく思ってないんですよね、で先ほど撃った時にまたすぐ飛んできたということでようやくずっとスポットされてたということに気づいたはずなので、これでどこにいるかというのを掴んでくるのがカレンだと思うんですけども、これはラインメタルを倒さないと南に関しては攻められないですね。南諦めますね。はい、南諦めるタイミングっていうのがバッドチャットを飛ばされたタイミングっていうのが本当にもったいないですよね。バッドチャット1枚完全に損した状態からスタートということになってしまいます。そしてこれマロ選手もセンターでバレて、じゃあ相手どこにいるんだっていうことでかなりこう相手のポジション疑心暗鬼になってるんじゃないですか。うん、北から行かざるを得ないという感じですけども、北に対する対抗策がきっちり作ってると思うんですけどね、はい、まあパットンのポジションがかなりえげつないポジションになってるので、おそらく守れることは守れるとは思うんですが、あ、ハポネス選手見つかりましたね。パットンの悪いところですね、これは。そうですね、こうかなり遠距離からでも見つかる、STB では見つからないポジションでもパットンなら見つかると。はい。
いうのがパットンの悪いところの一つですね。さあ、ヘルクライが見つかりましたね。しかし、こう、ハリエン選手もかなりこう、戸惑ってますよね。え、ここでバレるの？え、ここでバレるの？っていう感じで。時間はラストメモリーズな味方なわけですから、このまま4分守り続ければ勝利なわけで、カレンは無理をしてでも動かないといけない。そしてバットチャット多めというこの編成から、できる限りこう動かすときには瞬間的に決め切ってしまいたい、そんな編成ではあるんですけど、あーっと北攻め諦めましたね。南しかないと踏みましたかね。マロ選手の動きでもしかしたら見つかるかもしれない、レインメタルパンツァー。ただどうなんでしょう、これ打たない限り、いや、あのライメタルパンツァー多分後ろの方は茂みに入ってないと思うんですよね。もうちょっとこう強力前にプッシュすれば見える可能性あるんですよね。いや、やっぱりなでこ選手まだ入ってるぞというのは分かりましたね。これでこれでどうするかですよね。ラインメタルを倒すために誰を生贄に捧げて見に行くのか。まあ、捧げるならおそらく HT のマロ選手かハリエン選手の一丸さん。ハリエン選手を捧げるということは多分ないと思うんですけど、そうですね、マロ選手を強引に出してラインメタルを探っていくしかないんじゃないですかね。こうマウスに見られてるのか、それともっていうのがまだ全然分かってないんですよね。そしてこう、おっと、ポッシュが見つかりましたね。そうですね、マロ選手が何度かたどり着きはしましたね。ポッシュ、これは何としても生きておかなければならないところ、はい、それでないとキャップに入られたとき、2キャップに入られたときに対応できなくなってしまう。さあ、2キャップ入りましたが、これまた見つかる。はい、で、これはおそらく、あーっと、ハリエン選手も見つかってしまう。おそらくラインメタルパンチは、うん、無理だということで、また引きましたね。うん、これ一丸さん倒されたので、南キャップ入れるのまたさらにしんどくなりますね。そうですね。こう南キャップして相手が切りに来る相手を一丸さんでなんとか打ちたい。しかしこれ見えっぱなしですね。完全に刺さってますね、ラインメタル。これはもうサイドが見えないで、これもしかしたらマウスのところまで行かないと、あ、これお尻も隠れてますね、ブッシュの中に。うまい具合で隠れてますね、うん、これマウスのところまで行かないとおそらくは見えないですね、ラインメタルパンツァー。これこのね、録画をもし後でカレンの選手が見た時のこう、ここに痛むかって感じ多分すると思います、おそらくはこう確認するでしょうね、ここか。さあ、残り時間、11分を切りました。おそらく物理的に3キャップするしか選択がないと言っていきますが、はい、さあ、ライメタルパンツァーはもう逃げますよね。そうですね、もし倒されてもいいように保険はきっちりかけてますね、はい、まあ、もともとその正面決戦をするには軽いという編成だったので、カレンティー側はもうこれはどうにもならないので、こうアタックをかけた、残り時間2分を切ったのでアタックをかけた。うん、これはもう攻めきれないですし、はい、キャップ攻めない。いやー、刺さりましたね、ラインメタル。まさかまさかここまでうまくいくとはっていう感じでしたね、この新しい偵察ポイントは。かなりこう今後も使われる可能性というのは出てきますね。カモレットを使わずに守りきれ、こう見つからないっていうのもすごいですね。そうですね、普段であればあのライベタルパンツァーが入っているポジションよりだいぶ東側の茂みを使うことが WG で多いんですよ ね、はい、そうなるとカモレットを搭載しないと見つかる、うん、ただしライベタルパンツァーは逆にカニメガネを装着して、視界、ラインメタルパンツァーっていうのは視界ものすごくティアジュライトで長いので、はい、カニメガネを搭載してさらに長くすることで遠距離からスポットする、カモレットがいらないところでスポットして
ダメージというかスポットしてあのアシストを稼いでいくという感じの使い方でしたね。こういう戦い方が、まあ、ランダムマッチでもたまにこうライトタンクで置き手がぶっ刺さるときあるじゃないですか、うん、こうスポットダメージがこう9000とか1万とかなってるのを見てこう戦績を見てニヤニヤできますよね。こう見てやったんやぞっていう、はい、なかなかねマッチマップだとスポットダメージっていうのは取るのは難しいんですが、マリノフ、ムロバンカとかプロホロフカとかこういう平原マップだとねスポットサポートっていうのは非常に重要な、チームにとってとても重要な役割をしますのでね、ぜひぜひ皆さんもその見るためのポイントっていうのを控えておくといいかもしれません。そしてモダメ選手がこれね一方的に見られて一方的にやられるシーンっていうのがこれ印象的ですよね。これはどうなんでしょうかね、ハリエン選手のポイントからバットチャットを素で入れて大丈夫って踏んだんですかね。うん、まあハリエン選手がおそらくそのなんでしょう、ずっとスポットされてることに気づいたのが、うん、打たれて、さらにもう一回顔を出して即打たれてからだと思うんですよ、ね、はい、でモーダメ選手というのは一旦キャップを踏んでそのどこに茂みを使われて、まあ大体の茂みの予想はついたと思うんですけども、そこからその茂みに対して茂みをかぶせながらあのキャップに侵入してったんですね。でもそれでも見つかるということで逃げたんですけども、はい、フォッシュビーの、そうですね、連射力に連射力にやられて、はい、最初飛ばされてしまったという感じでしたね、はい。ちなみにこうよく今まで WGL で使われてた茂みというのはここと、そうですね、こことここです、ね、なんですよね、はいはい。ただここに関してはこう、ま、町の中部分に、そうですね、ここからこう行くことによってスポットされます、はい、スポットされる可能性があると。ここに対しては、まあ、ここからここ取って見つからない、 で、 す、ね、でもここ取って見つかるならここだという感じで、はい、特定はできるで、ね、特定はできる。でその2つを外して南に置くっていうのが今回のラストメモリーズの作戦の特徴だったと。ここに置いてでカニメガネを展開すると、じゃあどこまで、ね、まあ、この辺ぐらいまで多分、はい、どこまで見えるのかちょっと確認してみましょうか。500ちょっとまで伸びるんでね、はい、まあ、見つかる目つけられるのは445以内ですけども、まあだいたいここら辺までは近い範囲は500ぐらいまで、そうですね、きっちりと入ってますよね、はい、うまくやりましたね。いやー、これでもうカレンは後がなくなってしまいました。さあ、まずいですね、ここで負けてしまうと、っていう感じですね。そうですね、守りきることができるのかラストメモリーズ、それともこうねここでタイブレイクに持ち込むのか、カレンティーが、ま、もう守り倒すことができるのかって感じですよね。はい、見ていきましょう。赤チーム攻め側ラストメモリーズ、これ勝利すれば、勝利、このセット勝利、このねゲーム勝利すればセット、うん、セット勝利という、これもなんか罠をはめてる感じですか ね、 ね、このバッチャの前、はい、そして青チームカレンティーがここで勝ちますと、タイブレーク、まあ、タイブレークマップも先ほど確認したらムロバンカということなので、ムロバンカが3戦連続ですかっていう。さあ早速3枚キャップに入れて打ち合いがスタートしております。車両編成確認しましょうか。赤チーム攻めがラストメモリーズですが、5A が4枚、バッチャが3枚という、まあ、バランスの取れた編成ですね。それに対して、カレンティーガーなんですが、マウス113、5A、パットン、バッチャが2枚に、MX13105 が1枚という編成。さあこれはカレン側は113だけで切り切れるのか。一応13105がキャップ裏まで飛び込みましたね。さあ秋選手がかなり無茶をした。いや、ただカラナキ選手に対して C1 に戦車がいないので、はい、フリーに打つことできますね。
さあしかしバットチャット3枚後ろに回ってますね、はい、後ろに回って決着をつけようとしてる。さあヘルクライ選手にアタックを仕掛けようといったところか。しかしバットチャットとやっぱ3、なでこ選手落とされますね、3対3で決着をつけに行く。しかしなでこ選手これ誘い出されてしまった感じがある。いやラストメモリーズここは押さなきゃいけません。北川、はい、南いるモーダメ選手、ヘルクライ選手、マロ選手、この3枚を落としたいところですね。さあハポネス選手落とされて、あと友知選手も落とされる。これで南が3枚落とされてしまった。北の反応が若干遅れましたかね。さあここで 5A3 枚がどこまで活躍できるか。バットチャットとともかく、5A1 枚は取っておきたいところですが、さあ追い込みをかけていく。ユパ選手、ここに来て48パットンが、そうですね、ユパ選手のパットンが輝きます ね。さあ後ろにもいる13105がモダメ選手が両道終わって後ろからもちょっかいをかけていく。さあこれで2枚の 5A が取り込まれてしまった。そして、リロードが終わったバットチャット2枚が北側のトモッチの 5A に仕掛けていく。失礼しました、1枚ですね。さあひたひたとひたひたと近づいていく。さあ13105がここで活躍してますね。好き放題ダメージを取ってリロードをかける。さあヘルクライが逃げ切れるか。逃げ切れなかった。しかしここでどうか。秋選手があっと地面を叩く。105が火吹いてますね。そうですね、あっともうダメ選手の13105が相当ダメージがついてますよ、これすごいダメージ取ってますね。さあ車両数的には3対1にまで追い込まれてしまったか。あーっと試合終了です。全車両撃破でカレンの勝利。はい、やってまいりましたね皆さんお待ちかねの CTTV です。はい、おかしいなおかしいな、今日2試合だよねって言ってこう配信前に亀選手と確認してたんですよね。今日はそんなに長引くことはないだろう。まあ2戦目は言えるといいですから やり合うだろうなと思ってたんですけども、まさか初戦も行くとは。まさか初戦もこうねタイブレークになるとは。はい、もうねこうニコニコのコメントでこうお待たせとかいつものとか書かないようにしましょうよ本当に。いやいやいや、もうね視聴者の皆さんもお分かりですよね。はい、あもうねコメントでさもうすでに2時間が確定とか、うん、はい、もう本当にいつも通りって感じでしょうか。ちなみにこのバットチャット3枚センターに置いての仕掛けっていうのはどうだったんですか。北に対してもう北を出す準備をしてからじゃないと、うん、ちょっと無理があったかな。あと 5A を1枚あの4ラインの方に一緒に流していればもうちょっと、うん、のダメージ出せたのかなというふうに思います。逆にあれじゃないですか、 1,2,3 ライン側にこう突っ込ませるっていうのはなしだったんですか。 1,2,3 に突っ込んだところで結局48パットン落とせる保証はないですから、48パットンに無駄にダメージ稼がれるだけですからね。なるほど、行くのは多分というとやっぱりこう南にバットチャット3枚を回した瞬間に中に入れてた、ね、この篠崎選手ですかね、はい、の 5A も真ん中に入っていったので、うん、まあ、1枚ここ3枚で十分でしたので、ここ1枚 5A を一緒に出してここに行くべきだったのかと。なるほど、後々4枚出しただけで、その後時はもうバッチャッと倒れてましたから ね、それはちょっと遅いのかなという、うん、あとはまあ1枚ここを残してもう1枚はこっちに行かせてこことここを押すとか、はい、そういうことも考えはあったんじゃないですかね。この 5A を主力として使うのならばその選択肢も多分あったと思います。はい、こうまあマップでこうやって眺めるとバットチャット2枚と、まあ、13105が南で対応してこちら側に逃げるんですよね。そしてヘビータンクが対応に入ってバットチャット3枚というのを
撃破することに成功した、うん、亀選手曰く、まあ、さっさとこっちに5詰めで入っていればそうですね、 5A3 枚はこのままでも、はい、このままこういけばいいと思うんですけど、1枚だけです、1枚か2枚ですねはこっちに一緒に出すべきだったんじゃないかなと、うん、まあ、2枚行かせると逆にこっちが押されちゃうから、まあ、1枚ですね、1枚だけこっち出して、どうなんでしょう、一緒に行けば、これと、このラインとこのラインに多分押せば、うん、ただこう、ここのヘビータンクも南に援護に入ったわけなので、それ確認しても、全力を南から回してもっていうのはどうだったんだろうなっていう、うんうん、そうですね、コメントでもキャップ捨てて全員行くとかダメなんていうコメントありますけど、亀選手的には。キャップはまあもちろんその切られた時点で完全に捨てに入ってますから、そのキャップするってこと自体はラストメモリーも考えてないと思います。うん、ここに113が入られた時点で、もうキャップっていうのは基本継続不可能なので、倒さない限りは。となったら、なんだろう、ここダイレクト当てってどうだったんでしょう。この3枚をこのラインで乗り越えさせるっていうのはどうだったんだろう、この南にこうバッと送り込んだ段階で。もしかしたらこうハマったかもしれないし、ハマらなかったかもしれないって言ったら、うまい具合にこことここ倒せる。そうですね、48がなかなかやっぱり厄介で、はい、こう本当にどっちを詰めてもそうです、ね、これが打てるっていう状況ですから、うん、本当にここの48が厄介ですよね。この秋選手の113と奥の48パットンというのが攻めにおいて、あとあとまでおそらくこう響いてくるポジションであると。そうですよね、こうなかなかここのヘビーだけ倒してまたこっちに逃げるっていうのも難しいですからね、うんうん、ただやっぱりここのヘビー2枚とあとバットチャット2枚とライトタンクを倒して、理想的にはここのキャップを踏むっていうのが理想ではあるんですよね、うんうん、なのでこう南にバットチャット3枚ずらーっとこう 動いたのを見て、やっぱりここの4枚っていうのも早めに動かしたかったですよね。はい、はい、さあこうね、まさかまさか5マップ目まで来るとは思ってなかったタイブレークマップの室バンカーですか、うん、さあどっちがどっちのサイドを引くかですね。そうですね、こうどうなんでしょう、その先ほどのラストメモリーズの勝った試合のあの LT のポイントがバレていなければもう一回使えるんじゃないですか。多分バレてると思うんですけどね、うん、最初から最後まで LT 見えなかったぞっていうところから、多分ただそれに関しては2試合目ということもあって違うポイントに LT 入れてくる可能性っていうのももちろんあるんですよ、ね、そうですね、定番にまた入れてしまうと、そうカレントして CT はバレます、バレるというか、うん、もちろん分かってますからね、うん、なので本当にこう次の試合がどういう展開になるのかっていうのは楽しみではあるんですよね。同じマップスに3回続くっていうのはね、それはそれでこうバカし合いとか読み合いという部分が生きてくるポイントでもあるんですよね。でおそらくなんですけど、その 先ほどこう建物の裏にバッツ3枚重ねてたじゃないですか、はい、もしかしたらそのこっちサイドに出張ってきた LT とかを沈めるためにこうキャップしてこっちから打ってきたらすぐさま飛び出すよっていう、そうですね、それかまあここに対してこう来るとかこう来る、どっちか突っ込んできたらそのバットを後出しで3枚投入して6線出してトンズラさせれると、うん、なるほど、いうふうに使ってる考えだったのかもしれないです、うん、ともかく、ただ CT がその113を1ラインに見せたことによって、ね、はい、まあ、ラッシュはないということでしたので、うん、1バットを動かしたと思います。なるほど、はい、ただ、それを考えるとやっぱりこう北に浮いてた篠崎選手の 5A ですかがもうちょっと秋選手を押し止めたかったっていうのもありますよね。うん、まあそうですね、ここまで入り込まれると建物の裏まで入り込まれるとキャップっていうのは切られたい放題になっちゃいますからね、うん、やっぱりその113が上げてきた段階でやっぱり全車両を動かすべきだったのではないかっていうのが
頭の中に残ってしまいますね。はい、いやーこうね、さすがにこうコメントでパッと7両っていうのはないよ、もう伝説の試合ですね。伝説の試合、はい。今彼らは何をしているのでしょうかっていう、こうあの人は今っていう感じですけど、チームとしては生きてるんじゃないですかね。まあ多分来シーズンまたこう昇格を狙ってやってくると思うんですけど、 TCZ ってシルバーマーベリックスで出てましたっけ。いや、シルバー自体は前シーズンシルバー自体はまだその時ゴールドだったので出れてないです、うん、あ、そうか、チームとして存続は多分してるので。そうか、降格しちゃったから参加もできないのか、はい、きついですね、はい、なるほど、そうかそうか、長引いてますね。まあ一回そのこうタイブレークっていうことになるとまたいろいろと決め直さなきゃいけないことたくさんありますから、ね、そうですね、まあ、そのルール上先にアタック取ったものなのか総合ダメージなのか、そうですね、が再度決めてっていうのがあるんでね、はい、さあ始まりますか。さあこの編成を見るとディフェンスですかね、言えるかな。さあ先ほどの CT がディフェンスですか、はい、うーん、これはちょっとラストメモリーズ運が悪いっていうかそうですね、運が悪いっていうか、ただ先ほどとは編成変えています。確認していきましょう。タイブレークラストメモリーズ VS カレンティーが赤チーム、攻め側ラストメモリーズ、車両編成マウス7IS75A が3枚、バッドチャットが2枚と先ほどとは編成を変えてきている。それに対して、カレンティーが、マウス 1135A パットン、バッチャが2枚に13105、かなりのバランス編成、うん、そして基本的な動きは変わらず、キリン選手が113を抑えるためのポジションに入りましたね。そうですね、 5A キリン選手は先ほど北に突っ込まれてしまったため、まあうまくいかなかったっていう、うん、ただダメージを思ったよりもらいますね、はい。キリン選手に対して通行量を取っていったのは南のマロ選手、そしてマウス、あーこれはしんどい、そしてパットンもプレッシャーをかける、これは一切動けないですね。うん、榴弾で落とされましたか。あっとマロ選手のこれは榴弾ですか。そして秋選手、マロ選手、なでこ選手、おっと一気にこれは勝負をかけていくのか。あっと勝負、全力ラッシュですね、かかりましたね。さあ、マウスを先頭にヘビータンク3枚に一斉に襲いかかる。まずはキャップをしてた3両に圧倒的ダメージを与えたい。マウスがおっとり刀で駆けつけるが、さあどうなる、うん、やっぱここで輝くのが48パットンなんですよね。一、ね、人でずっと打ててますから、はい、ユッパー選手のパットンがおそらくマウスに対して延々とダメージを側面から取っていく感じ。さあ貫通しない球は打たない、そしてダメージを取っていく。いやシェンロン選手冷静ですね。IS7 の砲塔なんて打っても無駄だろうとばかりにマウスを叩いていきますね。さあここからどうなるのか。ハポネス選手はキャップに入れたかな。さあ2キャップ残り30秒、カレンはキャップを切れるかどうか。マウスがここでダウン、まあ、間に合いますね、うん、さあキャップをしている車両が発見。さあなでこ選手がそろそろと近寄っていく。さあ秋選手もここで飛び込んでくる。
あーっと、うん、一発足りない。ダメージが足り、下振れしたか。全車両撃破で、カレンティーガの勝利。なんとか勝ち切ったって感じでしたね。いや、カレンもカレンでかなり苦戦をしたという印象を抱いたんではないでしょうか。日本勢同士の対戦はセットカウント5対4、タイブレイクの末に、カレンティーガが勝利いたしました。こう、なんだろう、TGS 前までのラストメモリーズと違って、そうですね、うまくぐらいにやってましたね。勝ってやろうという、そういうこう、意識がラストメモリーズ側からも見受けられましたので、この調子のまま、もしね、最初からできていればっていうことを考えると、本当に惜しくてならないですよね。そしてこう、なんだろう、選手が揃わないということがなければというところではあるのですが、はい。ここのキリン選手が一気にダメージを取られてしまったポイントが、まあ、試合のポイントだった。うん、まあ、初動から1ラインを流すというのは、基本的には絶対にやっちゃいけない行為の一つなんで、はい、やるべきじゃなくて、C1 に留めておくのが良かったんじゃないですかね。あくまでも、秋選手へのプレッシャー。うん、秋選手に対してダメージがある程度入ってからでも別に良かったですからね、行くのは。しかも、その時は全量バットちょっと弾入ってる状態で、しかもマウスも 5M 構えてるところで1ライン行かってしまったのでね、はい、確かに1ラインを抑えるというのは大事なんですけども、何よりもまずは落とされないことが大事ですから、はい、今こう非常に印象的なシーンが映りましたね。シェンロン選手が IS7 のターレットリングを狙えるかというシーンですよね。狙えそうだったらもしかしたら打てたかもしれない。しかし狙えなくなったのですぐさま打つ方向を変えてマウスを選択したという非常にいいシーンだったと思います。その貫通するしない球を無駄に打ってしまうと、その分だけ相手に時間的優位を与えてしまう、はい、なので、貫通できる車両を選択して貫通させるというのは非常にいいシーンだったと思います。はい、いやー、長い試合になりました。うん、なんとか勝ちをもぎ取りましたね、うん、CT は。ラストメモリーズも、ただここでのタイブレイクでいいと1ポイントっていうのは、後々ダークルブズに追いつくためには。そうですね、聞いてくるかもしれないです。はい、聞いてくるのでね。はい。うん、はい、いやーね、こう、かなり時間がかかってしまいましたが。でも、ね、これが、つまらない試合でダラダラっていうことではなくて、そうですね、面白い試合良かったですね、両方ともこう頭と技を使い切っての戦いだったので、そこまでねこう長いなっていう印象っていうのは受けなかったんじゃないでしょうか。いや本当にこう新発見ですよね。南のラインメタルパンツァー、あそこまで見えるのっていう、というのもありましたし、ラストメモリーズもちょっとね、もう後半戦に差し掛かっていますが、まだまだ試合数残っていますから。まだまだダークルブズに追いつけますからね。はい。なんとしても追いつきたいところですね。このままね、降格ってなってしまったら寂しいですからね。はい。頑張ってほしいですね。いやー、しょっぱなからなんか重い料理を1週間、休憩こうね休みをいただいて、その明けた試合がこうなんかでかいメインディッシュを倒れさせられた感じがあって、で次の試合がエフィシエンシーと言えるというこのなんだろう、そうですね、まあ前シーズン、うん、とんでもなくやり合った2チームですから。そうですね、前シーズンはエフィシエンシーの方が若干、そうですね、若干上でしたね、上だったんですよね、直接対決でいうと。しかし今シーズンっていうのは、海底ケーブルの問題等々あったりで、エフィシエンシーっていうのがなかなかこう皆様の前で試合を行うということは少なくなってきてますが、果たしてそうですよね、こう今シーズン新体制でどこまで E ロングとやれるのかっていうのも見どころの一つになってるんじゃないでしょうか。それでは、休憩前に、リプレイを見ながら
こうね、ゆっくりと休みたいと思います。10分間かな、10分間の休憩の後に、次のエフィシェンシーバースティームエフィシェンシーバーサスイーロングの試合、お送りしたいと思いますので、一旦休憩に入りたいと思います。Show his side to a couple of those 5As, and that's clearly not worked out. I'm not sure I'm a fan of this one from Karen Tiger, but let's see if they can make it work. Good focus fire onto Shinozaka, and they do have the bat chats up on the A6 area, the B6 area, which I failed to see, and probably should have gone in his way. Still though, it's good for Karen Tiger, which is good for Karen Tiger, incidentally. Lord Dame even though. Let's get a little bit too aggressive. Till they find Balsamicos, they cannot move in that direction, so...They need to be blind firing some bushes here, and it's going to cost them some HP. Mordame is tracked, he is dead. That's a Fosh Beef. Yep. So he gets maybe about 1,000 damage out, so you probably put out like 7,000 damage. It's just not mathematically possible for Karen Tiger. He's very low on HP, and they know that Mordame is clipping. Exactly right. So for Karen Tiger, let's see how it works out. Rickerson's going to go down, and it's a one-for-one trade so far. Shiozen going to find Mordame there on the MX-13, and...will be clipped out as well as Hellcry comes off the shot. One tank moving across and the 5A changing position. Maybe they would have been better off just picking like five bat chats and a couple of mouses and going for that kind of a strategy, being even quicker onto the flag. I don't know, it's so hard to say, right? Because you look at it and you're like, what could have Last Memories done there that was different? Well, T. Kieran could have not pushed forward and given up his life for free. But then they're back onto square one, which is the exact same sort of a scenario that they had in the first round where they played on the attack.Which clearly also did not work. So, it kind of sucks having to play the tiebreaker map literally the exact same round after you've